劇場はエロ度3くらいだったね。女の子はね、糖質管理が大変なんだよ。間違えてミカチの顔にかぶりつきそう。あ、羊羹あるんだった。羊羹、これ完食にちょうどいいんだよ。小さくてカロリー低いけど甘いもん食った感が強いから結果的に食欲が制御できる。はい、皆さん、おはようございます。さあね、摂取した糖分を脳で消費しますか。はーい、本日もお疲れ様でした。